ベースティアっていうちょっと歯触りの、歯触りじゃない、手触りか、は、噛んじゃダメな、手触りの良い。オーダーグローブということで、どうもお疲れ様です。田口スポーツです。いやーね、またもっと早くね、投稿すればいいものをね、こう、なんか遅いんですよね、最近。なので、大変申し訳ないなと思うんですけども、これ、Z プロステータスの軟式オーダーグラブ。今回はどんなモデルが入ってるんでしょうか。見ていきましょう。いきますね。こんなグローブです。で、こちらですね、3色実は使ってて、あれ2色じゃないのっていうふうに思うでしょ。まあ平裏別ですよ。平裏別として3色使ってるんですよ。え、どこに2色じゃねえのっていう感じがするんですけれども、まあその辺も踏まえてちょっと説明していきたいっていうのと、これはですね、 Z の外野手用の中で、まあ Z の外野手用結構あるんですけど、で、その中でですね、 Z の外野手用の中でサイズ9、まあ、そんなでかいっていうわけではないんですけど、あまりサイズ感のことに関してわからないので、まあ、これがサイズ9かというところですね。ソフトバンクの長谷川モデルということで、あまり私、長谷川さんのことは知らないんですけれども、グローブ自体はかっこいいので、ちょくちょくね、紹介していこうかなと思います。では、よろしくお願いします。はい、というわけで、これね、今目の前にあるのが、まあ、先ほども申し上げました、ソフトバンクの長谷川モデルですね。外野主要サイズ9でございます。で、今回ね、長谷川モデルをそのままズバリで作りまして、一部だけ変えました。確かにステッチを変えたっていうのは、これね、ダブルステッチです。いいでしょ、わかりる、あ、見える、うん、こんな感じと、で、あとは、中のね、平裏の素材を、なんだったっけ、デーステアっていう、ちょっと歯触りの、歯触りじゃない、手触りか、は、噛んじゃダメな、手触りの良い、素材にしてるんですね。で、まあ、それによって、まあ、この色もアイボリーなんですけど、この色も確かこの素材じゃないと表現できなかったように思います。で、このね、ロジャースさんっていうね、チームなんですけれども、丹波市 A 級ですごく頑張ってるチームで、この方 Z が大好きなんで、もうぜひともってことで、で、3色使ってるってさっき言ったんですけど、まずね、ここですね。ほら、ここがね、ネイビーなんですよ。で、他ブラック、ブラック、で、ここだけネイビーっていうね、その結構普通で自分でオーダーする場合、黒タンネイビーっていう配色って多分ね、する人いないんじゃないかな。まあ、これが長谷川モデルだからっていう人も、欲しいっていう人もいると思うんですけど、頼まれた当人はですね、長谷川モデルとかそんなのどうでもいいということで、まあ、これになったんですけど、僕も当時、その時に、長谷川って誰やったっけとかっていうね、割と有名な選手のことを知らなくて、ちょっと恥をかいたんですけれども、で、あとね、縦閉じになってるんですよ。で、もともと昔のプロステが好きな方だったので、硬いイメージがいいっていうことで、プロステータスレザーってやっぱ柔らかくなったじゃないですか。で、それも考慮して、やっぱり土手は残したいということで、縦閉じにされてます。他にも何かこだわってるかな。まあ、他はもう本当普通ですね。あとは、ここも切り紙仕様で、でね、こう型をつける動画も作りたかったんですけど、型はね、いいって、もう自分でやりたいことだったんで、ちょっとお見せすることはできないんですけれども、まあ、こんな感じです。まあ、今回ね、こんな感じ、すごく軽い感じで終わっちゃうんですけれども、次はまた、ね、違うものを紹介していこうと思います。今日はこれぐらいで、お疲れ様です。デーステアっていう、ちょっと歯触りの、歯触りじゃない、手触りか、は、噛んじゃダメな、手触りの良い、素材。